ジョージ・ダントン・ワイドナージョージ・ダントン・ワイドナーは、アメリカの実業家、フィラデルフィアの路面電車を落として、名を馳せた。客船タイタニック号に一等船出の乗客として、登場したが、息子ハリーと共に、同船の沈没事故で命を落とした。1861年6月16日に、ピーター・アレル・ブラウン・ワイドナーと、その妻・ハンナ・ジョゼフィン・ダントンの愛の子として、 ペンシルバニア州フィラデルフィアに生まれる。父はフィラデルフィアの路面電車事業で莫大な財を築いた人物である。フィラデルフィアの私立学校に通った後、父を補佐して路面電車事業に参加し、路面電車の馬からケーブル、電力への変化を推進した。フィラデルフィア交通輸送会社をはじめとする数多くの鉄道会社の社長を務めた。 1912年4月10日朝に列車でパリからシェルブールに向い夕方そこの港に寄港した豪華客船タイタニック号に息子ハリーと共に一等船室の乗客として乗船した4月15日のタイタニック号の沈没により命を落とした彼が最後に目撃されたのは左限ボート交番の手すりあたりでジョンセイアーラ他の一等船室の客たちと 小さなグループを作って立っているところだった。彼らは船と共に死ぬ覚悟を決めており、ボートには近寄ろうともしなかった。ありがとうございます。